まあだからこの時間もな、本来は寝るべきっていうか、お腹痛え。めちゃくちゃお腹痛いな。ぐが、あぐあ、お腹が、ぐが、あ、お、よの。変なもん食べたんですか？食べたつもりはないけどね。いくつ持ちですけど、お腹温めて痛み緩みます。ちょっと温めるか。今、ダイレクトお腹に扇風機当たってるんで、これのせいか。ここの時持ち帰ってきたロッカーの中に国宝は高校時点入ったものです。ロッカー、ロッカーを持ち帰ってきたん犯罪なんじゃないそれロッカー持ち帰ってくる人おんの？このロッカーも思い出深いな、持って帰っちゃおう。そんなやつおんのえらいパワータイプやね、やってることが。入学の時にロッカー購入しなくて、卒業の時に持ち帰らなきゃなんです。でもそっちの方があれやな、綺麗なロッカー使えるからいいんかもしれんな。ロッカー持って帰る姿は何とも言えん。熱いでんちゃん、みんなで、あのアメリカのパリピみたいな。なんか12時待ってるのは今日は七夕ですね。私の団長の誕生日だ。団長誕生日と七夕ね。なんかお願い事はありますか？僕が代わりに聞いてあげますよ。神様の代わりにね。神様というか、織姫彦星。織姫彦星なんか七夕賞味チュッチュイチャイチャしてるから誰のお願いも見やへんで。俺が代わりに見てあげるから。なんか短冊込めしとき。テスト全部100点になりますように。それは無理です。あなたの努力次第なんでね。無理。残念。お願い彼氏欲しい。無理。それもあなたの努力次第なのでね。日頃の出会いを大事にしてるかどうかですからね。一期一会。旅は一期一会と言いますね。要は一期一会なので。現金が欲しいです。無理。それあなたの頑張り。あなたの勤務の頑張り次第なのでね。いやでもワンチャンお金が欲しいやったら、宝くじがあるか。宝くじ買ってみ。で、これ買って当たったら、そのきっかけを与えた俺のおかげということでもあるから、ハムちょうだい。あるあるやと思ってほしいんやけど、これなくしたらあかんなって思ってるやつ、いやそのさ、カバンの外にさ絶対なくしたらあかんやつが出ちゃっててさ、ペッて出ちゃって、もうこれ 100% なくすやんと思って、絶対なくしたらあかんなっていう場所に置いて、そこがわからなくなっちゃった終わった。なくし物と忘れ物は少ない方がいいね。それはほんまにそうなんやけど、治らんもんは治らんのよな。あの東京にメガネ忘れたし俺。もうマジで終わってんねんけども、ほんまなくすし忘れるし、もうメガネ忘れすぎ。どこにでもメガネ置いてくわ。もう持っていくのも忘れるし、持ってったら持ってったで置き忘れる。もう最悪。メガネ、俺のメガネちゃん、メガネ耳にくっつけといたら。あのメガネにあれをつけたいですね。あのエアータグをつけたいですね。それに忘れ物なくし物持ってびっくりしてます。もう俺もびっくりよ。カバン出てきました。あのカバンなくしたって言ったやん、肩からかけるようなやつを、あの僕は使ってたんですけど、あれをなくしてて、それが見つかりました。でももう新しいの買ってました、僕同じやつを。でさらに違うバッグも買ったんで、2つともいらなくなりました。ありがとうございます。無駄がねいっぱい使ってね。有機でさ、ついてない旅さんへ、美味しいもの食べてね、おやすみなさい。一応ファイトエブまたお願いします。3060円、ありがとう。メガネ買うわ。ありがとう。俺たちのスパチが旅さんのなくし物のスペアに。そのまたなくすみたいな言い方やめてや。なくさへんからさ。でもそのあれやからな、そんな、いただいたものをなくしたのは、腕時計ぐらいですから。で腕時計をなぁ、バカにならん値段やからなぁ、そんな、いいやついただきましたからね。俺の友達マジで意味わからん、なんか、やつくれるからなぁ。これ最近つけへんねんなぁ、あげるわって言って、なんかその、つけてた時計くれて、えぐない？ええやつすぎるやろ。ええやつなんか、ネジ外れてんのかわからんわ。俺の中でええやつ定義してるけど、ネジ外れとる。弟にあげよう。こうやって使わんくなったもんあげれんのっていいよな。そう、弟がいるんで弟にあげれるんですよね。なんか俺がリュック買ってつい最近、それもまた古いやつ弟にあげましたからね。てか弟が俺のリュックを欲しいって言ったから新しいリュックを買った。
弟に買うんじゃなくて俺が新しいリュックを買ってその古いやつを弟にあげる。皆さんお兄ちゃんエピ好きです。お兄ちゃんエピなんかあるかな。昔俺がめっちゃ爆睡してた時に起こしてきて、ほんま小学校とかやで、小学生ぐらいの時に起こしてきて、何って言ったら泣いてんねん、めちゃって泣いてて、どうしたんって言ったら、ガムテープ足にはまって抜けんくなったって青がガムテープ足にはまって抜けんくなるやつえぐいやろ、聞いたことない。あのかかとから通しちゃって、その足首にはまって、そっから足首から抜けなくなったんですよ、ね、ガムテープが。あれちょうどな、あの足にはまるような大きさしてもんな、あれが抜けなくなっちゃって、もう僕のこと起こしてきたんですよね。でまあまあ、そう、俺もその時はなんか小学生やからさ、一大事やと思ってこりゃ一大事や、抜けんかったらどないしようってなっとったから、あの二人でなんかそのなんでか知らんけど、親を起こすわけにはいかんと思って、俺が何とかして、何とかしなと思って、とりあえず洗面所行って、とりあえず風呂場行って、であの足にめっちゃあのボディーソープつけて、頑張って、あとガムテープをふやかして綺麗にチュルンって抜けましたね。かわいいまあ今になればかわいい話ですね。ボディーソープ使うの頭いいですね。頭、自分がちっちゃい頃は脳筋だったのに絶対力技、いやまあ痛そうやったからな、なんとかチュルンって抜けたいなと思った時にやっぱボディーソープって出てくるよ。こういう風に出し入れたんですかね。いや知らんのよななんで意味わからんくない。しかも夜やで、みんなが寝静まった時間やで、何を思い立ってガムテープを足につけんの意味わからんやろ。自分の目の前で兄弟が怪我するとめちゃくちゃ焦りますよね。ちょっと前やけど血まみれで帰ってきた時はマジで焦りましたね。その雨の日でこけたみたいで頭から血めっちゃ出てました。その時はさすがに焦ったな。血まみれのタオル写真撮ったもん、あまりに焦りすぎてあまりに気が動転しすぎて、あー写真撮る写真撮れるのはむしろあるまああれなんだよね、その頭って血出やすいやんな、血出やすいと思うんで、ちょっとした擦り傷でも頭は結構な出血するんですよ。だから浅い傷でも出血するんで、多分浅いって認識あったんやったかな、その時意識しっかりしてたし、浅いって気づいてたから、まあまあまあ動転しつつも大丈夫なの、ドルルル写真撮るカシャ。小さい時じいちゃんに縛られてそこから脱出する遊びがすごい好きでした殺し屋一家。怖すぎんねんけど、あーそこはなっとらんな、そこは肩の関節を外して抜けるんちゃう、あもう最悪やねんけどよかった普通の一家で、危ねえ、一歩間違えたらそれやったんか俺も、危なっ。